なたの術が上手になりました。よく習ったよ。年寄りになっているので、僕のピンポンの対戦を支えなくなりました。はい、今から先生のタイトルを守ります。たくさん人々はタイトルが欲しいから、みんなよりよく打つように練習しよう。名誉を守るためにもっと上手になります。競争相手は僕が好きじゃないから、勝つように何でもする。そう、あなたの競争相手は何をするのですか？長いこと競争相手は何もするけど殺さないと思う。すみません、先生。もっと練習しなければない。君の術は悪すぎる。こうやって練習してたら勝てない。有利がなければなりません。全部分かっているのものが教えました。時間になった時は狩るために自信がなければなりません。先生、どうしてあなたの言う言葉は寂しい？もう教えませんですか？何かなった時の苦行苦です。何かもなっても諦めるな。これを覚えなさい。ああ、そうです先生、覚えます。醤油を持ってきます。何かを言いたいんですか？いやー、先生、聞こえますか？何が起こりましたか？これは関係ない。教えたことを忘れないでください。教えたものを忘れません。心配しないでください。先生を復習します。先生、あ、どうだったかい？今あなたが勝てるでしょう。タイトルは手に入りました。俺様のものだ。待つすぎた。タイトルは俺に帰るために、競争相手の生徒を倒せなくちゃ。俺
先生の敬意を守るために来ました。君の先生は全然敬意がなかった。ガスを出してお前を潰して盗んだ名誉を返してもらうぞ。これで終わりだ。競争相手が生きた方がいいかな。いいえ、死んだ方がいいです。まだ負けていないよ。先生が打ったことを追い出しない。ここで見ています。頑張り。